来たね。レイちゃん、毛布してるのね。なんだ？なんだ？なんだ？ゼロレイに大人気の先生。絶対離せないよ。でも普段さ、病院の先生って絶対こうやって遊んでくれないからさ、嬉しいよね。診察する前にこうやってやってるのすごくいい。うん、なんか、でも時間かかってしょうがないかもしれない。診察前に興奮しちゃうっていうね、問題が。はい、というわけで今日はアニホック更新専門動物病院の藤野先生にやってきていただきました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日は、ゼロとレイ、特に今怪我とかもないんですけど、健康診断をちょっとお願いしようかなと思っております。で、りんちゃんもね、時間があればちょっとやってもらおうかなと思ってるので、よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。よく脱がせますか。あ、脱いじゃっていいですか。脱いじゃいましょう。姉ちゃんがこうね、皮膚保護服着てるんですね。なるほど。どこが一番皮膚悪いんですか。足、ね、いや、足先はもう年中で、うん、ここら辺をすごい描くんですよ、うん、なんで首がある、こういう皮膚保護服、こういうところ、このすごいね、痒くて若いね。膝弱いだろう。膝が弱い。ゼロちゃん、おいで。どっちですか？左、この子。そうなんだ。左足外れるね、膝のお皿が。パテラってやつね。そうなんだ。まあ、リッコしてなければいいですけど。よいしょ。全然、ただすごい前重心で歩くんで、爪をすっごいこう擦っちゃうんですよ。こう見せてごらん。こういう歩き方をして、砂が前に飛ぶんですよね。レイちゃん。もうちょっと近く。そうそうそう。パテラは膝のお皿が外れちゃう、脱臼しちゃう病気ですね。フレンチも多いし、あとトイプードルとか、まあ、ヨークシャーテリアとか、ちっちゃい子チワワとかもあって、はい、ひどい子はビッコ引いちゃうから手術しますよ。レイちゃん結構走り回ってするんですけど、そんなにひどくはないんで、うん、痛がってなきゃ全然いいです。お座りしてくれ。待て、大変です。増えてます。9.4 キロになってます。レイちゃん増えてます。あ、でもゼロはこのくらいだね。あ、ゼロはいいね。レイちゃんが激太りしてるけど。ゼロちゃん 6.2 キロ。レイちゃんはみんなからこっちゃりこっちゃり言われてるけど、フレンチはこっちゃりではないかな。適正ですね。うん、ほら、獣医さんからお墨付きもらってたんだけど、みんなからね、はい、デブなボストンテリアって言われ続けてる。よし、オッケー、ほいほい。次、ゼロちゃん。ゼロちゃん。今、うん、今年で4歳になります。もうすぐ4歳。もうすぐ4歳。よし。この耳の赤いの興奮してるのね。いや、耳もちょっとかぶれてると思います。かぶれてるんだ。こっち側の耳がね、うん、ちょっと赤いね。赤い、耳かすがすごい出るんですよ。はい、耳見してくださいよ。あ、でも。中は。あ、きれいきれい。見える。あ、見える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 。すごい。こうやって見えるんですね。そういう風に先生たち見てるんだ。あ、こっち見して。よっこら。しょ。こっちも綺麗だね。異常なし。まあちょっと赤みが強いから汚れやすいでしょうから気をつけてって感じかな。あ、歯多分どこかけてます。ここかけてるのかな。なんかあの。うん、1歳ぐらいの時にかけちゃったんです。なるほど。なんか引っ張りっぱなしでバキッていったんだよね。激しいからね。はい、OK、うん、はい、うん、そのまま、うん、しゃ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 、ちょっとアルコール摂取しますよ、うんうんうん、
よっこらしょ。じゃあ肝臓見てみましょうかね。よっ、お映ってる。検査楽な犬か、もし。そうですね、でもね病院だと結構フレンチ大変な行為かな。あ、確かに診察台とかも少ないですよね。そう、あとやっぱ家じゃないとじっとしてない子が多いですね。いい感じですね。俺病院だと3人がかりぐらいで押さえてるからね。あ、この体勢にする。そうそうそう姉ちゃん寝んなよ。この部分が肝臓の部分ですね。うん、でここが胆の、肝臓の中にある胆石とかができちゃったりするようなところ、胆のですね。今度は腎臓いきますか。右側、ここからいけるかな、届くかな。そこが腎臓なの。届くかな、届かないか。さっき見たところは炎症なし。なしですね、うん、大丈夫。お家でこんなことできるんだね、すごいね。ここに映ってるんですけど、例えば腎臓悪いと大きさが小さかったりとか、あとは腎臓結石、石、うん、があったりするとこういうので映ってきますと。はい、とりあえず大丈夫ね、二人とも。遠い目してるゼロ。はい、オッケーね。お、分かった。オッケーです。終わりました。オッケーです。いいよ。すごいの出てきた。重そうな。よいしょ、どこだっけ。平たいところがいい。そうです。こっちに動かしてもらって。さあ、では、引き取って検査しますか。はい、縛ります。腹血ね。いいよ。いつもさ、裏で、やってもらっちゃうからどこから取ってるか全然わからない。待って、気づいたけどママが注射無理なんだったよ。全然大丈夫、全然怖くないよ、私がね。ママ怖くないから、れんちゃんも怖くないよね、大丈夫よ。あ、無理無理無理、最近本当に無理。行きますよ、痛いですよ。違うか、暴れないでね、れんちゃん。レイレイ、おおおお、待って待って、じゃあ動かないよ。ほら、血取れてます。頑張って頑張って。気づいてる？ちょっとだけだ、最初の時だけ。終わりです。終わりだって、早い早い。レイちゃんどうだった検査？気づいてないです。はい、OK、 ありがとうございます。あ、すごいね、こうやってちゃんとすぐにさ、おやつあげられるから嫌な思いしなくて済むよね。そうそう、ゼロはどこがいいですか？ゼロはいいね、後ろ足の血管、いい血管してるんだよね。そうなんだ。めっちゃ見えてるからね、もうこのままでも。これが血管？これ線になってるやつ。へぇー、筋肉の筋だと思ってた。血管、血管です。ゼロちゃん、気がついてお座りしました。これは絶対何かされると思って。正解。ゼロちゃんは泣きわめく系女子なので。泣きわめく系女子なんだ。あーって言うからね。病院だったね。病院だとね、すごい悲鳴を上げてるよね、いつもね。じゃあちょっと上手いところ見せないとね。すごいいい血管が。いい血管だったよ、ゼロちゃん。あの、ゼロちゃんって顔とかさ、毛並みとかよく褒められるじゃん、うん、血管褒められたの初だよね。初だね。いい血管だねって言われても初めてだね、ゼロ。職業病だ。めっちゃ褒められた、やった。さあ、ゼロちゃん、大丈夫。やったね。よいしょ。ゼロちゃん、大丈夫だよ。はい、大丈夫。頑張れ。もう全然大丈夫。全然大丈夫。遅くないよ。お？大丈夫じゃない？お？ゼロちゃん、大丈夫だね。もう刺さってるの。あれ？え、ゼロが全然大丈夫。リラックスした顔してる。リラックスはしてない。心臓はバックバック。あ、そう。心臓はバックバックだよ、この子も。見ないでしょ。見ないでしょ。あの、痛いのは嫌だから。早っ。終わりですか？うま。終わりでーす。おー、すごい。ピエンがなかったね、ゼロ。やっぱりこうやってさ、お家だからさ、緊張もそんなにないしさ、
嫌な感じしないんだろうね。あ、それもあるかもしれないね。もうあのなんかされると思うとさ、うん、一気に嫌になるじゃん。だってレイちゃん、レイちゃんなんかゼロのこの下で寝てるから。レイちゃん先生の顔だった。先生顔だったね。はい、でこれで目をつつきます。人間だったらあのなんかこう顎乗せてピシューって空気くるやつ、あれが眼圧を測ってるやつで、それがねワンちゃんできないので、目にちょん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 って当てると、今ちょっと数字が84。はい。やってみますか？ちょっとだけやってみる？はい、じゃあこっち向いてください。まっすぐやらなきゃいけないからね。よし。文句だけ言ってる。ブーブー文句言ってる。おとなしいじゃん。偉、うん、いよ、うん。力は脱力してる。レイちゃん偉いよ。うん、22ぐらいですね。これも何回かやって平均出していくんで、22です。22です。はい。はい、今回なら OK です。 OK です。はい。はい。血液検査の結果が、はい、ここからです。いいですか、レイちゃん。いいですか。上からいきます。この順番に検査してます。で、あなたはタンパクが少し低めになってます。タンパクが正常が 5.4 なんですけど 4.8 になってますね。ちょっと低めです。アルブミンの方は 2.9 で正常が 2.5 以上なのでやっぱり大丈夫です。はい、アミラーゼというのが膵臓の数値、これも正常。1つ飛ばして、BUN、ここでも正常ですし、このクレアチニン、この BUN とクレアチニンが腎臓の数値、ここも問題です。あと血糖値、これも問題ない。あとはミネラルの部分も問題ないので、はい、体問題ないです。よかった。健康でした。健康ですよ。大丈夫ですか。聞こえてる？ OK ですか？ OK、はい、どうも。はい、以上です。以上です。はい、同じ項目、レイちゃんと同じ項目やってますが、ついているところがこの BUN というのが1個ついてます。BUN は26、正常が7から25なので、まあ1ぐらいなのでそんな気にしなくていいですけど、これが高くなってくる場合は、まあ、腎臓のがちょっと弱くなってたりとか、あとは BUN だけちょっと高い場合は、例えばタンパク質取りすぎ、グレインフリーとかのご飯とか、手作り食でお肉の量が多いとか、ドッグフードにチキンを混ぜてるとか、そういった時にもこの BUN だけ上がってくることがあります。なので、はい、2人ともの問題なしでいいと思います。健康だ、よかった。はい、どうぞお持ちください。お持ちください。はい、じゃあ以上です。ありがとうございます、はい、よいしょよいしょよいしょ。ピンちゃん嫌だね。よいしょよいしょ。口の中目の気頑張ってますね。うん、大丈夫ね。よいしょ。あら、ドキドキだね。お前は誰や。だよ。尻尾で測れる。これ測ります。尻尾で測るんだ。よいしょ。熱。あんたは本当に映りたがるね。よし、はい、スタート。君がやってるとちょっとね、そいつおかしかった。まあ93だから。93の62で心拍数が165、これは結構バクバクしてる。でこれを何回かやって平均値を取っていって、まあ100前後ならば正常ですっていう話になります。血圧なんて測ったことないね。結構これ年を取ってくると重要な検査で、血圧しっかりと
安定した数値じゃないと腎臓悪くなったりとかしやすいので、血圧の調整とかっていうのは結構重要です。 OK、 よく頑張った。ちょっと目が赤いねいいですよ。先生、この季節に気をつけることとかありますか？やっぱ暑いからね、熱中症とかね、気をつけた方がいいですよね。熱中症気をつけましょう、はい、もうお散歩行かなくていいです家の中でいっぱい遊ぶだけ。そうそうそう、あのトイレ行くぐらいで全然構わないんで、無理にね、暑い時に、ね、特にフレンチとかボストンとかなんてね、ハーハーしやすくなっちゃうんで、ね、お散歩行ってね、命にかかったら大変だからね。そう、もう元も子もないです。もう今深夜12時散歩だよね、うちね昨日は涼しかったね。昨日はね、涼しかったけど、うん、今日もね、涼しいけど、うん、でも暑い日は12時でも行かなくていいです。もう暑い時諦める。諦めてください。はい、別に一日行かなかったからでどうこうなんないんで、家の中エアコンやってて外暑かったりすると体力も結構奪われちゃうから、年取ってると特に良くないんで、あ、うん、そういうとこも含めてあんまり行かなくていいかなと思います。ごめんなさい、本当に。みーちゃんお邪魔しました。全員気になるんですよ。お見送りが。こっちで見てもらって、はい、車の中が病院みたいになってるってことか。すごいね。車の中でも診察できるんだね。ね。なるほど。往診ってそういう風になってるの。すごいね。うん。なんか機械がいっぱい乗ってる。家の中じゃね、暴れ回っちゃう子たちもいるから。ね。いい。すごい。というわけでアニホック往診専門動物病院さんで健康診断を受けさせてもらいました。実はゼロとレイがこのチラシの表紙を飾らせていただいてたり、中にリンちゃんがいたりしてモデルをさせてもらってます。ご興味ある方は概要欄に URL 貼ってありますので、そこから見てみてください。最後までご視聴ありがとうございました。